はい、岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲームの実況と毎日ライブ配信を頑張っております。新イベント初日にはガシャライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。さあ、現在闇剣王確率アップ中でございます。 1% 出てくるなよウィスパーということで、闇剣王を狙って、100連いきたいと思います。そして、100連超えてもう出てない場合は、1体出るまでやっていこうかなというふうに思っております。さあ、それではやっていきましょう。10連目さあ来い。いや出ねえなこれな。いや虹じゃなきゃ無理だろう、さすがに。あ、でしたね。爆死です。まあ、こんなもんですね。夢は見ちゃいけない。さあ、20連目。夢は見ちゃいけない。知ってるから。岡崎の主もたくさんガシャ回してきてっから。こういうのはね、慣れっこですから。はい、大丈夫です。出ないって知ってる。ナイス秘伝書。さあ、20連目爆死。さあ、30連目いく。虹さえ来ない。さあ、なんだこのガシャは。一体何なんだ。何が出るんだい。秘伝書が出るんだい。1% のキャラクターも一切出ません。はい。30連目爆死。さあ 1% とは一体何なのか。40連目さあ行く。いや一瞬来たと思ったけど虹も来なかった。ただ金だけは多いが S ランク以上なのでまあ来ないでしょう。虹が来ないとちょっと無理なんじゃねえのか。40連目も爆死とミッチーということで、さあ50連目いく。厳しい。50連目きた。 OK 確定。虹確定。ありがとうございます。きた演出いただきました。1体ゲットでございます。素晴らしい。金からは来ないと。はい、ありがとうございます。一体、ありがとうございます。6凸いきました。ナイス。さあ、まだいくよ。70連目。よいしょ。連続に一度か欲しかったな。そんなことは無理か。さすがに。100連で1体か。さすがに無理か。無理だね。いやなかなか出てこないね、さすがにね。さあ行くぞと。さあ来い。うわっ2個しかない。絶対来ないやつやん、こんなん。絶対来ないやつやん。もう Z ランク以上もさ、1体しか来てないっていうかさ、あいつしか来てない。闇剣王しか出てないんだけど、Z ランク以上も。ああ。お、いいね。来んじゃないのこれ。来そうな気がするな。いや、オリジンだっけあれ。いやー、ちょっと待って。ダメか。 Z ランク以上も来ないのがちょっとあれだね。秘伝書ナイス。さあ、90連目。90連目。よいしょ。いや、一瞬止まったと思ったんだけどな。おお、なんかすげえ。まあ、S ランク以上だから、しょうがないか。いやー、来ないか。やっぱ虹なきゃ無理だよ。虹なきゃ無理だ、これ。いや、ダメだな。あ、ダメだ。虹なきゃ無理だ。さあ、ラスト100連目に行きたいと思います。ラスト100連目。きた、来い！いやー、これはちょっと熱いんじゃね？おお！闇剣王超アップ中に虹2個。いや、これ来たんじゃね？これ来たんじゃない？すり抜けはなしよ。来たんじゃない？行くぜ。すり抜けたー。ぬらりかー。主天堂、ぬらりかー。すり抜けやがったー。すり抜けたー。すり抜けたー。さあ、もう一個。ここは闇剣王だろう。いやー、なんでだったらお前、主天童子だろ、そこは。そこは主天童子だろう。あ、バカ。なんだよ、最後の最後にこれねえぞ。うわー。やってくれたな、おい。ぬらり、お前やってくれたな。ということで、岡崎の主の100連は見事、闇剣を1体、ぬらりなぜか2体、最後に2体同時引き。あかん、なんだこれは。お前マジか。じゃあ、うわ、もうなんも言えねえ。ぬらりはあかんぜ。なんだよお前、何してん。ということで、100連、ガシャ闇剣を超アップ頑張って回してみたら、闇剣を1体、ぬらりがすり抜け2体でございました。皆さんご参考になればと思います。高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。